小牧・長久手の合戦、家康本陣はかつて信長が居城としていた城だった。家康は秀吉軍を迎え撃つためわずか5日間で土塁や堀を築いたと言われ、今でも当時の姿が残っている。その場所の名は小牧山城。第4回守る城小牧山城、今も残る戦国の舞台。左は織田信長が居城としていた頃、右は家康が小牧長久手の合戦で本陣とした頃の小牧山城推定想像図なの。見せる城が守る城になっておる。小牧山城は家康を勝利に導いた開運の地として、江戸時代は一般の入山を禁止して大切にされてきたの。だから約440年も経った今でも当時の姿が多く残っているのよ。少し紹介するわ。土塁と堀、大急ぎで作るのじゃ。はは。土塁とは敵からの侵入を防ぐために土を盛り上げて築いた堤防なの。家康は秀吉軍からの侵入を防ぐために小牧山城を囲むように二重の土塁を築いたのよ。小牧山城の北西には今もその姿が残っておる。次はここじゃ。大手道を進んで山頂、本丸が視界に入ってきたところにも敵の侵入を防ぐための空堀があるのよ。信長様の下で仕え、小牧山城のことを知り尽くしている秀吉もこれは知らぬこと。びっくりするであろう。そして小牧山のふもと南側土塁は復元された土塁としては日本最大級なのよ。土塁の高さは8メートルもあるの。ここからも当時の緊張感を分かってくれるかの。次は少し面白いものですぞ。小牧山では土塁の断面が見られるように展示してあるの。山の周辺を巡るように作られた土塁は外の堀を掘った土でできているの。土塁断面の地層が逆転しているところからもそのことがうかがい知れるわ。面白いわね。小口。小口は城の出入り口なの。特にこの小口は枡形小口といって、枡形に深く掘り込まれ幅も狭く周りの高さより3メートルも下に作られていて、敵の侵入を非常に困難なものにしているのよ。もちろん当時はこのような歩行者通路はないのじゃよ。守る城小牧山城、いろいろと見どころがあるのだな。ぜひ実際に見ていただきたいと思っております。わしの出番がにゃーし。わしも行きたいがや。小牧山の山頂にある小牧山歴史館では、小牧・長久手の合戦など戦国時代の武将たちと小牧山の関係についてパネルや映像を用いて紹介しています。また小牧山城のふもと曲跡にある歴史る小牧では石垣の大きさや構造を楽しく学べます。また会いましょう。